昨日、鳥取市で野生のニホンザルに出くわした男性が手に怪我をしました。他にツキノワグマの目撃情報も複数あり、市が注意を呼びかけています。昨日午前7時半ごろ、鳥取市用ヶ瀬町高狩りで住宅の物陰に潜んでいたニホンザルが男性に飛びつき、男性は両手に軽い怪我をしました。引っかかられるしよに、ね、親子で歩きよったそうですよ。あそこ猿はそのまま山へ逃げたということです。男性は花火で猿を追い払う作業をしていたということで、その際に飛びつかれたものとみられます。一方、鳥取県庁のすぐ横の急勝山で昨日夕方、登山をしていた男性が9合目付近でツキノワグマに出くわし、怖くて下山できないと警察に連絡しました。その後、警察官が駆けつけ、男性は無事下山しました。他にも鳥取砂丘砂の美術館敷地内の梨園などで熊が実を食べた跡などが見つかっていて、市が注意を呼びかけています。